はい、というわけで、皆様こんばんは。二次三次所属バーチャルライバー兼鏡インダストリアル代表取締役鏡隼人でございます。まあ、はい、皆様こんばんは。あ、やばい、ループしてる。バーチャルライバー兼鏡、失礼しました。はい、というわけで、まあ本日は、まあ、ランクマッチとかでも何でもなく、まあ、ネタデッキ対戦会ということで、まあ本当にまあネタデッキだったら何でもいいからみたいな、そんな感じですね。まあ、マイナーテーマとか、はい、まあ、普通ランクで、まあ、ランクで見かけないどころか、あの紙でも使ってる人見たことないみたいな、あのなんかそんな感じのデッキで、まあ戦えたら、まあ、楽しいかなと思ってきました。ちなみに私の中の、私の中で参考ですけど、参考はこれデビルマズラぐらいこのぐらい、デビルマズラぐらい、私の中のこの想定してるレベル、うん、パラサイトとか、そうあとちょっと今あの案外その最近の、まあ、テーマでちょっとマイナーどころもあるかもしれないと思ったから、ちょっとコメントにあった、大盤振る舞い侍を、相手にぶつける場所を作っておこうと思いまして、まあ、これ作ってやるか。あ、これあれか、漢字かな、大盤振る舞いって。こうかな、そうだ、はい、ちょこれこの2つで、まあ一旦挑んでみようかなと。まああとはちょっと前に言っていた、まずそのカード入ってないでしょっていうカード検索して、まあその公開デッキレシピで戦うみたいな、そんな感じですね。はい、ね、これが、相手プレイヤーに戦闘ダメージを与えたときに、相手プレイヤーが、ハンドが7枚になるようにドローするということで、うん、素晴らしいカードだ。この素晴らしいカードを、この素晴らしいカードを、まあ、積極的に3枚こう、ぶっ込んで、そして妨害札を全部抜くと、うん、全部抜いて、そして、強制転移ですね。はい、SR かクソしょうがない、はい、で強制転移で、大盤振る舞い侍を、相手に、まあ、送りつけて勝つと、はい、一番大事な、誘発回り、妨害回りをこれで全部抜くと、はい、これで完成ですね。はい、まあ、そんな感じで、まあ、まずはちょっとこれでいこうかな、私まずはこれでいこうかなと思います。はい、デビルマゼラ、ちょっとこれ秒で組んだからあれなんだけどちょ、これ秒で組んだからあれなんですけど、まあ、エクストラほぼ使わないんで無視して大丈夫です。はい、まあデビルマゼラを出すことに命をかけてる、うん、ただそれだけ。どんな手を使ってでもいいから、あのデビルマゼラが出れば勝ちだみたいな、そんな感じのデッキですね。はい、まあ、このくらいのノリでいこうかなと思ってます。出たら強いんですけどね、出たら強いんですけど、あとはそのパンデモニウムやった、パンデモニウムだって思って、この久々のデーモン周り入れました。小生あれかな、これちょジェノサイドキングでも入れたいな、よく考えたら入れてなかったな、多分理論値は出る、理論値デビルマスは結構出ると思います。これもう抜くカードが思いつかないので、このまま入れてターンエンドですね。はい、よしという感じでやっていきましょうか。ルームマッチ作る、まあデュエル時間通常で、ファンデッキを使います。別にいらないけどこれで、ルーム一般の、公開許可をこれオフにして、これで、OK ですね。はい、まあルームも、ルーム定員数4人とかにしとこうかな。はい、じゃあこんな感じで行ってみようかなと思います。はい、ルームがナンバーこちら、585370ということで、まあ、一応何回かなんだろう、公平を期すためというか、いろんな人がお部屋入れるように何回か部屋の番号をリセットするかもしれませんが、一旦これで一回載せとこう。
ここでいいかな。ちょっとちっちゃいかもしれませんが、よし、さあ行くぞ、さあ行くぞ。いいのがディズニーシーさん、ディズニーシーさんと戦おうかな。じゃあ私のデビルマゼラで行くぞ、デュエル。ちょ、なんかあと遊戯王ウィキになんかデビルマゼラの出し方書いてあったんだよな。これこれ一回ちょっともたもたするかもしれないけど、参考にするしながらやるかもしれない。さあ行くぞ、来た、デュエル開始。もう先行でデビルマゼラ出たら勝ちでは、絶対に勝ちたいぞ。ということで対戦よろしくお願いいたします。ちょっと所定で、ゼラの天使は難しそうだな、ゼラの戦士は難しそうだな。これ、まあ、ひとまずジェネラルデーモンの効果を発動。まず私はこれでパンデモニウム悪魔の巣窟を手札に加える。これ返しのターンで破壊されたらちょっと切ないので、ここからあれかな、まずクリッターをセット、まあ、そしてデスガイドあたりを持ってきて、まあ、そこから一気にデビルマゼラまでつなげていけたらいいなと思っている。所存パンデムニウム今はちょっと出さないでおきましょうかね、まあ、ついでで倒されたらものすごく切ないから。なぜならほう、なんだ来た、クリアワールド、クリアワールド、え、なんか、あ、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけこれ、え、エンドフェーズに500払ってまたは払わず破壊する。デビルマゼラかぶりはきつい。で、お互いはコントロールしている属性によって以下を適用する。光、自分は手札を全て崩壊する。闇、自分フィールド上のモンスターが2体以上の場合自分は攻撃宣言ができない。なんだって、なんということだ。そしてジェノサイドキングデーモン、デーモンとついた名のついたモンスターが存在しないから召喚できない。ひどすぎる。なんでウルトラレアだったんだ、クソ。これは私はちょっと待って、オクトロスをセットするともうクリッターでも何もできなくなるか。なんだ、なんということだ。縛られた、縛られたぞ、クソ。いや、ただこれは、まあ、にしてもオクトロスはこれ出しておいていい気がする。一回エンドしよう、なんならなんならもうケルディーに出そうか。もうケルディーに出していいか、もうここからケルビーニで行っちゃってよかったか。私もうクソ、悔しい、死ぬぞ死ぬぞ勝手に、大丈夫か。お、トリックデーモンがハンドに来ましたね。トリックデーモンがちょっとごめんなさい、まだあのウィキ読みながらだったからなこれ、効果で、墓地に送られた時、来ちゃいけないこれ、ちょっと待って、これ来ちゃいけないカードだな、おそらく。これは私涙を飲んで、涙を飲んでケルビーニを召喚する。大丈夫、ここから何にも繋がらないから、まあ、私から動こう、これはその方がいい。で、それぞれの効果が発動。いや、でもまだいけそうだな、これ。何？いいのか？いいのか、それ。大丈夫なのか、あなたは。まず、デビルマゼラを。3枚来ちゃった。デビルマゼラ3枚来ちゃった。で、デッチから、これデスガイドですね。デスガイド来て、いいのか？何が言ったんだ、今。ホワイトダストンだと。なんだこれ、なんだこれ、初めて見たこれ、なんだこれ、グリーンダストン、
フィールド上のこのカードが破壊されたとき、このカードのコントローラーフィールド上の魔法トラップカード1枚選択して持ち主の手札に戻す。そうか、ただ今威嚇する方向が来たな、威嚇する方向が来たから、まあ攻撃は今はできないんですけど、ケルディーニの効果が発動できなかったんですよね、まあ、でマサイの戦士を墓地に送りたかったんですけど、まあ、それがいけなかったと。なるほどな。っていうことは、しかも私ケルビーニなんて1枚しか作ってないから、これ待てよ、レベル3なんているかな。一回祈りデスガイドしてみるか。もういないかもしれない。レベル3いない。いないよな、いないよな。そんな気がしたんだ。ターンエンドだ。これダストンとクリアでどうなるんだ。まずい。でも早急に、あ、でもあれですよ、これ今ゼラの戦士か増援か予想外引けばなんとかなるんで、すぐデビルマゼラ出るんで。キングゴブリン、キングゴブリン、え、攻守がこのカード以外のフィールドの悪魔族モンスターの数かける1000ポイント。メタってきてる、やばい、メタってきてる。よし来た、デーモンの宣告。もう私ぐらいになるとこれ素で使うんで、もう別にデッキトップいじらないんで。あなたが500ライフ払うというなら私も払おう。宣告、え、あ、こうなる、え、こうなんだ。私が宣言するカードはゼラの戦士、これだ。あ、こうやって出してくれるんだ、親切。ゼラの戦士、クソ、何もできん。ただこれはかなりまずい。自分フィールド上に他の悪魔族モンスターが存在すれば、相手モンスターはこのカード今のうちにこれ積んでおこう、これ目を積んでおこう。あなたはまずい、危険意志だ。あなたはターンエンド。宣告ってこうなんだ。え、なんか楽しいんですけど。これ紙より楽しいんですけど。これワン・フォー・ワン、ダストンとかいうカードがほとんどレベ1なんだ。全部レベ1。ブルーダストンを捨てて、このカードはリリースできず、融合シンクロエクシズス召喚の素材にもできない、リンクしかできないんだな。つまり何が出てきた、ハウスダストン。一気に色じゃなくなったぞ、色じゃなくて所在地になったぞ。手札交換した。クリアワールドで手札公開してる。あの人勝手に公開してる。え、そうですか。破壊された時にこのカードのコントは自分の墓地のモンスターを指定してデッキに戻すと、はいはいはい。で、相手の効果で破壊された墓地に送られた時にまたダメージステップし開始時に表表示で戦闘破壊された時に手札デッキからダストモンスターを2位の数だけ選び、お互いのフィールドに同じ数ずつ特殊召喚する。なるほど、つまりあれを破壊するととんでもないことになるということだ。面白い、受けて立ちましょう。召喚シャドウナイトデーモン、そして発動パンデモニウム悪魔の巣窟。痛い、なんで、あ、これなんで、これなんで、何で食らった今。発動時でしたっけこれ、なんか、あ、これかな、なんだっけ、何のやつだ今の。くそ、全くわからん。デーモンの斧が墓地に、どうでもいい、驚くほどどうでもいい。召喚してみなさい、ダストンを召喚してみなさい。あなた、え、キングゴブリンの効果、え、違うか。あ、風のネガティブエフェクト、なるほどな。自分は500ポイント払わなければ魔法カード発動できない、これか、これか、これか。クリアワールド、わからなすぎる、なんだこれ、一体なんだ。何、そういうことか、あなたのデッチから全部出るということか、これ
いやだ、いらない、驚くほどいらない、邪魔だこれ、すごい邪魔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 だ。ちょっとデコードトーカーでどかしていいかこれ。悪いけど、ちょっと待てよ、これで悪魔族か、でも風か、ゼラの戦士は地属性だっけな、あれ地下光なんだよな。ユニオンキャリアで装備して持ってこれないかと思ったけど、ちょっと難しいな、これ難しいな、ちょっとデコードいくか。デコードはちょっと強いな。デコード強いからユニオンキャリアぐらいにしておくか。はい、 BGM が変わった、効果発動、悪魔族モンスターをデッチから装備する。待てよ、マサイの戦士、あれマサイって、あそうだ、墓地に送られた時に、デッチからマサイ以外のモンスター送れるけどな、送れるけどギルファーデーモンギルファーデーモンはでもこれ墓地からのあれになるから、なんて難しいデッキなんだこれ。確かハンドにないとしょうがないですよね。つまりマサイからデーモンの詳細を、まあ、サーチするみたいなプランは一応ありそうだ、一応ありそうだ。マサイ、マサイの戦士を装備、パワー3000、何もすることがない、ターンエンドだ。でこれ今ギャーなんでなんでなんでこれかこれか、なるほど、つまり各属性のめちゃくちゃ邪魔なダストンをこっちのフィールドにめちゃくちゃ召喚して、クリアワールドのデメリット効果でじわじわとなぶり殺しにするんだな。やっとわかったぞ、何そして自分はリンクと、なるほど、リンクじゃないエクシスだ、素材にこっちはできるのか、え、なんで100だぞ、ちょっと待って、取り除いてダメージ計算時に、このその戦闘で発生するジムの戦闘ダメージは間に合って、やめろやめろやめてくれ、痛い、絶対許さん、絶対許さんからな、くそ甘く見ていた、うわ、最初からこんなにハイレベルなドバイナー電波デッチが来るとは思っていなかった、強すぎる、よし来た、なんで魔法カード使いたい、あ使えるかなこれ、パンデムニウムの効果でダメージを無効化する、パクらせてもらおうじゃないか、パクらせてもらおうじゃないか、魔法カードフォーリンダウンを発動、ちょっと待って、一回目炎と風が痛すぎるから、ちょっと待って、ちょリンクしよう、リンク痛すぎる、ちょっとこれ、ちょっと待てよこれ、いやユニオンキャリアも捨てていい、ユニオンキャリア捨てていいから、もうとにかくもうこれでこれ一回ここデコードトーカーを召喚、私もさすがにこれは本気にならざるを得ない、これ魔法カードで死ぬ可能性ありますもん、だってでもこれあれかな、ジェノキン出してシャドウナイトの方が良かったかな、今これ威嚇する方向ですもんね、一回とにかくこのカードを野放しにするのは本当にまずい、500ポイント甘んじて受けよう、甘んじて受けようが、それはもらう、残念でしたね、でもそっか闇が出るから殴れ、そっかまずい、ちょっと待ってそっか闇がいると殴れないんだ、ちょっと待って、なんかいるから、くっそくっそ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、そうだ悪魔め
この悪魔め、私よりよっぽど悪魔じゃないか。デコードが殴れない、このままだと。どうすればいいんだ。これつまり、つまりこれデコード、ちょっと待った、もう許さんからな、この屈辱絶対に忘れないからな、私。これでもうもうあなたが悪いんだぞ。もうこの屈辱、この屈辱忘れないからな。ラポリンクソ召喚、これで殴れるな、私いけるな、いけるな。ちょ、やばい、これ宣告で死ぬ可能性がある。で、だこのターンはあれだけど、このターンはあれだけど、次のターンのが良かったかな、次のターンのが良かったにしても痛い。なんだこれ、無差別崩壊。いいだろ。あったな、これあったな、このカード。やばい、ぶっ刺さってる。どうするつもりだ、ハウスダストンを攻撃強振して。ちょっと待って、まあ、相手が仮に受けるにしても、だってないもの、もともと受けるもの、ただ、このカードの戦闘で自分が戦闘ダメージを受けた場合に発動する、受けた場合にす、あ、なるほど、まあ、基本与えると。ただもう相手は自分がこれ戦闘破壊できれば何でもいいってことだな。来なさい、いいだろう、やってみなさい。ハウスダストンでまた来るんだ、これまた持ってくるんだな。あ、これ来ない、切れた、ダストン切れた、切れたのか、これなんだ、何が起きた今。じゃこんなにズラ引かないことあるか。なんならなんでこんなにズラ引かないんだ。今出ても攻撃できないけど、今しかももうハンデスする札がないけど、これも出ない、出せない、うん、召喚しかない、もう殴るしかない、これ殴るしかない。でこれで戦闘ダメージ相手が受けるんだったら、ここから殴って良さそうだな。どうせ100だったら何もできないだろう。もう1000でも900ダメージでもいいから相手に与えよう。いや、もうない、絶対ない、うわー、くそー、許さん、絶対に許さん。もうこのカードだけで勝つ、もうこのカード単体で勝つ、私は。あれ、サーチするわけじゃないんだよな、サーチするわけじゃない、そうだ、忘れてた、くそー。もうないだろ、もうダストン切れたでしょ、あなた。そっか、墓地から遅れるからまだあるかもしれないんだ。どうしよう、これマジで、いやでも今宣告は死んじゃう可能性がある。でトリックデーモンは自分の首を絞める可能性もあるな。屈辱だがターンエンドだ。マジで、いや勝てるかもしれない。でも相手ネタがなくなったぞ。割った、よし、来たぞ。ただ今はフィールドにモンスターがいるから予想外が出せない。そして生贄に捧げる手段も、まあ、ちょっと今はないですね。見せてやろう、ここで私のランフォリンクスビートをな。攻撃1200のダメージ、ターンエンド。邪魔だな、ランフォリンクス。邪魔だな。まだわからない。でもトラップが関係ないのが怖いんだよな、これ。関係あるけど、あるけどないのが怖いんだよな。来たけど、とりあえずズラ持ってこよう、これ一回ズラ持ってっとこう。
遅かったな来るの。ただ待てよ、いやもうでも闇の縛りがないぞ、闇の縛りないからいけるかもしれん、これいけるかもしれん。ゼラを召喚、入れよデビルマゼラ召喚。うまくいけばこのままリーサル。さあ諦めなさい、バトルフェイズ。無駄な抵抗、ランフォリンクスでアタック。いくら悩んだとて防げまい。デビルマゼラでダイレクトアタック。痛い危なかった、危なかった。そっか、こっちのフィールドに出てきたおびただしい数のダストンで殺されてた可能性があるのか。停戦協定で素晴らしいデュエルだった、最初から。恐ろしいな、対戦ありがとうございました。恐ろしいな、最初からこのクオリティ来るか、やばいな。これ本当に甘く見れない、本当にやばい、強すぎる。面白すぎる。やっぱ自信持ってるなみんな。ということでクロノスコマンドーさん、対戦よろしくお願いします。遊戯王深いな、やっぱり生まれて初めてあんなにダストンに苦しめられたというか、ダストンの効果を初めて知ったかもしれん。ハイレベルだな、本当に今日ハイレベルだこれ。さっきのなんて呼べばいいんだ、クリアダストンコントロールじゃないですかね、多分おそらくは。このデーモンの詳細が比較的ちゃんと強いんだよな、うん、さあ行くぞ、ドロー、デビルマゼラ悪くない。なるほどな、一回でもちょっとこれデーモンビートでいきましょう か。結局ここのシャドウナイトは死んじゃうってことですね。だ本来だったらなんかあのデーモンが破壊された時にその1個下のレベルのデーモンカードを出すみたいなのがあるから、多分それを使うんだろうな、おそらく。いやこれはもう純然たるデーモンビートを1回やろう。シャドウナイトでアタック来たな。あ、浅い狩りはいいですよ。うわちょっと待って、最速自殺。もう別にもう勝敗じゃないからな、はっきり言って心の戦いだからな、このゲーム今回のルールは。今なんでか分かんないけど負けたって思ったもんな、私6000ダメージ与えた時に。あ、全然あの大昔流行ってたは面白いからいいですよ、うん。なんだ、何送った今、アフターグロー、アフターグロー全て、デッキから何から全て除外する、除外されてる自分のカードの中からアフターグローを選んでデッキに加える、次の自分のドローフェーズに通常のドローしたカードをお互いに確認する、それがアフターグローだった場合相手に4000ダメージを。何この最強パラサイト、何これ、何してる、あなた
あなたは私の知らないところで何をしているんだ。一体何をやっているんだ。来たぞ予想外。これでも予想外が今打てないんですよね。特殊召喚してフィールドので、いや待てよ、これデーモン全自動次回でいけないか。あの小生は残っちゃうかな。いや残らないんじゃないか。残、いや残るな。どうしようこれ。予想外打ちたいな、打ちたいけど、というかあなたこれで死なないですよね。死ぬかもしれないな、ひょっとしたらだけど、ね、そうじゃないと信じて、そうじゃないと信じて殴ってみるか。あのトラップ、トラップか分かんないけど頼むぞ、耐えてくれシャドウナイトデーモンアタック。大丈夫か、それ大丈夫か、それ大丈夫か。いや強い、戦尺ダメージ、そしてモンスターボックスの効果発動。コイントスの裏表で、そうだクソすかされただと耐えてくれ、耐えてくれ、2分の1。対戦ありがとうございました。いいデュエルだった、非常にいいデュエルだった。クロノスコマンドーさん、また新しい爆地デッキが見れたな、これで素晴らしい。ということでお次はパルスさん、対戦よろしくお願いします。最高だな。いい生き様だったな。もうでも、もうあの人は大スポットで6000食らったあたりで、もうあれがもう最初で最後だったの。もうもうあれで決まっていた。悪くない、悪くないぞ。これめく、あ待てよ、ジェネラルいるから、あこれいける、高校デビルマザラいける。しかも3枚だとな、美しい美しい。あとごめんなさい、このルール、あの裏ララが手札で誘発したら負けっていうルールがあるんで、よろしくお願いします。これ来たか、これ来たぞ来たぞ。これ予想外、念のため持っておこうかな、ここまで来たら。召喚デビルマゼラン、相手の手札を3枚墓地に送る。どうした一体な、何起きた、あんたはそれなんだ、何をどうするんだ。それはデーモンの斧を装備するぞ。私はパワー3800、最強のデビルマゼラがここに誕生した。何があったら今嬉しいかな。サイクロン入れてないしな。何デーモンもらったら嬉しいかな。あそこうなる、デッキに入ってるカードから選ばせてくれないんだ。そういえばあフォーリンダウンあった、フォーリンダウンあったら嬉しい。仕方あるまい、仕方あるまい。何？よほど大事なカードのようだ。ならばいいでしょう、ターンエンドだ。かなり大事だな、あのカード。ただ、なんかコンボ手段を奪ったとかでも何でもなく、ただ
なんでもないカードが落ちたんだけども、これ城の内くんデッキの可能性ありますよね。確かに右手に盾を左手に剣をとかあるし、これ私ゼラ打てば打つほど死ぬかもしれない。デーモンか、打てば打つほど死ぬかもしれないな。これジェノキン、そっか、あ、いや裏だからしょうがないな。いいな、デーモンの宣告面白いな。こうやって使える時あるんだ。しかも今これ調整がただ、効果発動してデーモンカードが、あ、そっか、斧が存在、そうだ、私これで入れたんだ。さあデーモンの斧がデーモンカードだからデーモンの調整が召喚できるんだ今。そうだそうだ、ただアドバンス召喚に成功した時にレベル6のデーモンモンスターを召喚できるっていう効果もあるので、これちょっと待って、墓地からギルファーデーモンが来たらめちゃくちゃテンション上がるから持っとこう。これそうだ、それで入れたんだ私。何を守っていた、そうだ私それで入れたんだデーモンの斧。まあしかも斧自体はこれで戻ってきても宣告で宣言すれば戻ってこれるんで無料でいいぞ、かなりいいぞ。このカードが効果で墓地に送られた場合ということはこれで、あれデーモンデッキ面白い、あれまさかデーモンデッキ面白いこれで、であればもうこれでもいいわけですよね。特殊召喚で調整守備で出してトリックデーモンでもいいしデーモンの斧でもいいと。あれ面白、自分でパーツなんとなく入れといてなんだけども、このデッキ面白いぞへー。でまあ持ってくるのはジェノサイドキングデーモンなんですけどね。なるほどな。城の内くん、まさかあなた、もうまさかあなた、ひょっとしてこれ以降盤面を返す手段がない、そんなはずはない。城之内くん、城之内くんはいつからここだって、いつからいつだってここから逆転してきた。私は信じない。目を覚ましてくれ城之内くん。無理かもしれん、なんかごめんなさい、なんかすいません。うわすごっ真のデュエリストだ。あなたが真のデュエリストだ。あ、違う違う、もう負けだ、これは私の実質負けみたいなものだ。パルスさん、対戦ありがとうございました。デュエルには勝ったがデュエリストとしては負けた。私は対戦ありがとうございました。ではお次にマピさん、対戦よろしくお願いします。いやでもこれデビルマゼラ気持ちよすぎますね。先行
デビルマゼラ3枚入ってるのが事故の元でしかないんですけど、そこもまたよし。待てよ、予想外からだったら確かいけるんですよねこれ。ただ待てよ、オクトロスもいるのか。オクトロスもいるんだったらまず一回増援でゼラの戦士持ってきといて、オクトロスをセット、これでいいんじゃないか。なんなら待てよ、いやでも召喚剣使っちゃうから今回は出ないのか、今回は出ないのか、さすがに。多分そうですね、一応無駄な書きかもしれないけどもやっときましょうかね。これでオクトロスはもういるので、デーモン持ってきてもこれ結局って感じですもんね。そっか、まあちょっともったいないけど、まあ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 、とりあえずなんかいい動きをしておくか。一番いい動きを念のためやっておくか。で一応トリックデーモン持ってきといて、マサイ落として、これマサイから送るんだな、これ確か。マサイからトリックだったかな、確か。思い出してきた。そっか、これでデビルマザーも。ここから持ってこれるんだな。はい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 。で、まあいろいろあって、まあ場に出ると。いいですね。とてもいいですね。今のうちに、あ、でもここで墓地か。ここで墓地だから、ここで墓地でトリックからのデビルマゼラか。なるほどな。ギルファを落とし、ここでギルファを落としても、このデッキ的には面白いんだな。スカルデーも落としておきましょう。なるほどな。エンド。結局トリックデーモンこっち持ってきちゃったから、あの、デビルマゼラサーチできてないっていう。まあでも次オクトロスをまあアルミラージで送っちゃえば何とでもなるから、まあいいか。なんだウィッチクラフトだ、ウィッチクラフトだ。ウィッチクラフトだこれ。どんな感じで回るんだろう。永続魔法、あ、これは永続魔法なんだ。墓地、このカードが墓地に存在して、エンドフェーズに発動して、ああなるほど、そのまんまセットし直せるんですね。なるほど。あのそのコメント欄のその恐ろしいデッキ名は何ですか。その恐ろしすぎるデッキは何なんですか。眺めてればわかるかな。はい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 、クリエーションが、ハンドに加わった。なるほど、デッキからまあ単純にサーチですね。帰ってきたぞ。だここまたあれだな、オクトロスで召喚剣使っちゃうので、ゼラの戦士今持ってっとくのはちょっと怖そうだな。一体何だというのだ、これは。何だこれは、これは何と戦わされるんだ私は。もう何でもいいからとりあえず、何でもいいからとりあえず持ってっときますけど、発動して、はい、オクトロスの効果が無効になるのかな、これまさか。いける。いけた、よくわからないけどいけた。
なるほど。まあ、これで、準備は整ったと。エンドしよう。ライフ4000ルールがそもそもあるんだ。正面来たぞ。なんだ、びっくりした。あ、表外表示のモンスターの効果を無効にするか。でも墓地で発動するから普通にサーチできちゃったっていう、そういうことか。なるほどな。あ、リンクスか。リンクスで流行ったんだこれ。めっちゃ正面に来る、めっちゃ正面に来る。すごい500上げ下げしてくる。そっかそっか。エクストラない、エクストラないから88並んでもどうなんだね。魔法使い族モンスターが戦闘を行うダメージ計算時に、手札からカード名が異なる魔法カード任意の数だけ見せて、あ、強い。へえ、火力出るなそれは。で、あ、なるほどな。つまりこれで、まあ、デビルマゼラ自体は、まあ、効果発動できないかもしれないみたいな、そんな感じか。ひとまず、え、それであれかな、これゼロ式窓粉砕機で魔法カード回してって捨てて、持ってきてみたいな、そんな感じですかこれ。まさかゼロ式窓粉砕機ってあれですよね、あの2期ぐらいにあった永続トラップの、あの魔法カードハンドから捨ててでいろいろやるやつ。なるほどな。お、ハンドが3枚ではございませんか。いいのですかな、全くそんなことをして。知りませんよ私は。ただあのクラフト、ウィッチクラフトマスターが硬すぎるなこれ。まあ、これも無効化されるけども、無効化されるけども出しとこう。これデコードトーカーが突破口になる可能性あるな。あれ発動できた。あれ発動させてくれた。ほう、これまさかカード名1かな。カード名1だから、カード名1だからデコードトーカー無効にしたか。デビルマゼラをミス発動させてしまったんだな、まさかあなた。名称単1だからか。はいはいはい、完全に。カード1じゃないんだな。これ、ま、本当に入ってるか粉砕機。てかリンクスってだってデッキの枚数少ないですよね。お、デッキの枚数少ないから多分粉砕機引けてたところもあると思うんですけど、急に来た。2800。相手のスタンバイフェーズにこのカードを持ち主の手札に 戻るんだ。バザガジールみたいに。で、これは手札に存在する場合の効果だから今純然たる2800ですかね、これ。ひとマスは多分そうだな。でもこれ急にここから無料で出てきて、まあレベ82800は単純に強いな。シンプル強いな。あ、でも確かに手札つきづらいんだこんなに。そっか、これで確かに魔導粉砕機食らったらたまったもんじゃないですね。しかもこれトリックデーモンがデーモンカードだし、これいけちゃうな。これ突破できちゃうな。できてしまいますね完璧に。これデーモンの調整はまあ一
体いるからどうせ今そんな殴らないだろうしって言ってもあれだな、言ってもあれだから、ここ今デコードで3300ある方が個人的には嬉しいので、フォーリンダウンそのまま持ってきて、何あ、またしてもこれで効果無効なのかな、アルル、アルルの効果、あなたはベール、あなたがアルル、相手の効果の対象になった時、はい、魔法効果、墓地のビチ、このカード特殊召喚し、そのカードを持ち主の手札に戻すと。ただデコードトーカーが今対象、デコードトーカーが対象で、あー一応破壊は免れようみたいな感じか、破壊は免れようなのか多分、まあ、別にはトリックでも、いやトリックでも送る と、フォーリンダウンが発動しなくなっちゃうから、これはデコードトーカーだったら別にハンドに戻させてもいいんじゃないか、1個ずつ削ってって別にデコードトーカーいくらでも出るからな多分、持ってっていい気がするが、キャンセルいかがなものだろう、今むしろフォーリンダウンがアルルが出る、戻るで、まあ普通に持ってくるとこうなると、盤面的にはこうなると、でこれがで相手のスタムフェーズだから自分のターンの間残ってるってことですね、なるほどな、これトリックデーモンサクってやってくると多分あんまりいいこと起きないだろうから、なんなら、なんならここからリンクちょっと、あーあーああああ、なんで入れてたんだ、私これなんで入れてたんださらばさらば、私でもなんで入れてたかわからん、数合わせに入れていたバトルフェイス、念のため無効化しとこう、デビルマゼラ攻撃、こっちの方がいいかな、まあでもなんとでもなりそう、というかあれか、こうそう発動する発動しちゃダメなんですよ、タキンを相手にこうなっちゃうから、そう、タキンを相手にやるとこうなっちゃうんで、お気をつけ遊ばせ、デーモンいるときにこれもう攻撃表示でいい気がするんで、トリックデーモン送って発動斧かな斧かな、もうこれやったことないこんなやったことないこんなやったことない、タキオンドラゴンにデーモンの斧つけるのやったことないこんなの、いいなやっぱエクストラデッキなんとなく入れてるだけで無限の可能性出てくるな、困ってる困ってるお互い直面したことのないシチュエーションにさらされてるからめちゃくちゃ困ってるぞ、でもこれバトルフェーズで魔法トラップモンスターの効果発動、まあでもこれ相手ターンはあれかあんまないか、自分のバトルフェーズですもんね、にしたって4000は超えづらいんじゃないか、かなりかなり超えづらいぞ、いけるのかウィッチクラフト、破れるのかこれら、
次小生で小生出して墓地からスカルデーモンも出せる。最高。本当に手札尽きないんだ。すごいですね。確かにこれ粉砕機20枚かわいそうすぎる。20枚も落として来てないんだ。小生で小生、まあ向こうはしょうがないけど、さあやるか。粉砕機が入ってない説がある。ここにフォーカスフォースとかあったらどうするつもりだ。ベアトリーチェ入れてる。ベアトリーチェとトリミス入れてる。嫌だ、出さない。私は出さない。返しましょう。あなたに、あ、それ発動する。それ発動すると、あ、でもあれよ、チェーンで無効になればいいのかな。無効になれば大丈夫かな。2回なくなるかな。うん、よかったよかったよかったな。危ない危ない、やばそっか、魔法見せてか、魔法見せてこうなるのかこれ。っていうことはなんかあるかな。トリミスがこれ何でしたっけ。あ次これでいけるいける可能性あるな。だ逆に言えばこれと並べていけばタキオンが相手1回しか無効にできないからこれでいけるのかな。多分そういうことだな。なるほど、だまだ未来は確定したわけじゃない。頑張ろう。型、これ型トリミスバウンスだったらいきましたね。ハンドが持つかな。こんなにむしろ戦うことになると思ってなかったな。もしくはデーモンの斧をもう一回積もるか。でパワー5000、タキオンのパワー5000、それでいける。バイスリート、あ、これで一回ずつ、本当だ、耐えるんだ効果。なるほど、つまりいい感じの戦闘ダメージで、いい感じの戦闘ダメージで勝つしかないということか。これって本体だけですかね。魔法使いだ。え、つまりこれそうなるな、これそうなるな。4800で、うわやば粉砕機は粉砕機はどこにある一体どうなるんだこれ。一体どうなってしまうんだ。しかもこれ2位の数だから、来た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 、これとにかく斧だ、斧サーチだ。斧サーチを行っていこう。ハンドがやばい、もうハンドがえらいことになってる。もしくはもう一回デビルマゼラをお呼び立てして、そもそも戦闘中に2枚も見せられないようにする。いけるのかな。でもそれ確率的には低そうだがな。それやっぱ堕落しかないんじゃないかもしかこれか。堕落は今1枚、デビルマゼラはもうちょっとある。デビルマゼラはもうちょっとあるでもそのベール打たれるかな。これ堕落しかないか。効果だけですもんね、さっきのって。表が堕落しかない、堕落しかない、堕落しかない。もう
いやこれ無効にされたら終わりだな。無効にされたら終わり。いやもう無効にされたら降参する。頼む。アルルはこれハンドに戻されるってか、ちょっと待って、スカルディエも戻されスカルディエも戻されるか。これもう無効にできない。これうっかり、あこれベール戻さないかな。え、これ戻す？今これに対処した？今あ違う、どれ戻した？スカルデーモンだったら罪だ。スカルデーモンだったら罪だ。これ堕落戻した？堕落戻した？え？戦闘効果があるのはこっちですもんね。え？なんかなるのかなこれ。え、まだ不安なんですけど私。いけた。いけた。あ、そっか、デーモンの斧、デーモンの斧あるからフォーリンダウンいけるんだ。これよく考えたら、これ魔法トラップで壊される前に、多分墓地のウィッチクラフトどうこうあるかな。あったらもうやってる気がするんだよな。しかももう落ちてますもんね、別にベール自体は。いや、スカルでも行こう。これ魔法トラップ破壊される方が今きつい。よしよし、これで終わりだ。魔光雷、助けられた。これでた助けられたな。非常にいいデュエルだった。対戦ありがとうございました。ではお次、アビドス三世さん、対戦よろしくお願いします。よかった、今引きフォーリンダウン。最悪勝つつもりないデッキでもいいですか。いいですよ。あの、私の心が負けたと思わせられたら、もうそれはそれでもう全然私の負けなんで。いや、むしろなんか私に何もさせるでもなく即死っていうのもちょっと面白いんで、全然よろしいですよ。これまた同じ流れ踏めるのかな。多分マサイ来ちゃってるな。マサイ来ちゃってるからこの辺あれなんですよね。私1枚しか入れてないんだよな。なんだかんだで、あ、デビルマゼラのページどっか行っちゃった。ちょっと頑張ってみよう。自分の力で頑張ってみよう。で、デッキから一旦オクトロスでいいのかな。一旦オクトロス、あ、良さそう。これでケルビーに、はい、でデビルマゼラハンド、ここまでは非常によろしい、非常によろしい。で、デッキからトリックデーモン送って、本来だったらここマサイトリックでの方が強いのか。なるほどな。
あ、これ後悔、あ、そうか、タイミング逃すんだこれ。なるほどな。じゃあ、あとはサーチしよう。また男のサーチしよう、これ。ジェネラルデーモン。いける。絶対引ける。絶対引ける。惜しい!2V1 外した。別に 2V1 じゃないけど。2V1 じゃないけど外した。これがあるからマサイからだったのか。これで、これがあるからマサイ経由しないとダメだったのか。なるほどな。オクトロスまた来た。枯れてしまう。オクトロスがもう枯れてしまう。だからこれ悪魔族だったら何でもいいと。素晴らしいですね。どうしようかな。まあ、一旦ここデコードトーカーで、マサイを送って主力になるな。デーモンデッキの主力になってるな、トーカーが。ね、ここジェネラル持ってこよう。ジェネラル持ってきて、あ、まあ、墓地送る。毎回間違える、このマサイは墓地送りなんだよ。毎回間違える。いや、次ゼロだな。次ゼラだな、これ。絶対いける。うん、なんでもいい。なんだろうな。まだわかんないな、相手。何してくるか。悔しい。普通に悔しい。シンプルに悔しい。ピラタ、ピラタか。痛いんですけど、あの、痛いんですけど、何が来るんだここから。一旦壁が欲しいな、そうなると。いい、いいカードだ。コンボデッキの音もメインしか使わないタイプの、使ってるけど結構エクストラ。いや、あとパンでもさえれば、パンでもさえればなんとかなる。パンでもさえあれば宇宙だ今。確率は変わらない。予想外から行こう。まずはほんの少しで圧縮しよう。そして宣告効果発動。どっちだ。いや、次こそ、次こそ、次こそパンデモニウムだ。頼む。あ、惜しい。その挑発乗ると大変なことになりそうだな。まあでも結局、結局ここ相手がまあ自爆特攻してきてにはなっちゃうかもしれないが、エンド。でもこれデビルマザラって、いや、存在し、そうしないとダメなんだよな。難しい。これは自爆特攻あるか。生贄だ。夏井、夏井。残念でしたね。トラップはございません。ただ魔法だったらちょっと危なかったからよかった。あ、どうしよう、これ普通に、普通に殴り殺されるかもしれない。パンデモニウムが引けないばかりに、パンデモニウムが引けない、パンデモニウムが引けなさすぎて殺されるかもしれない。
まだだ。次こそ。ここだ。嘘。びっくりするんだよな、本当に出てくると。ただジェノキンってこれデーモンと名のついたモンスターになってダメなんだ、よく考えたら。だからあー無理かちょっと無理でしたね、ちょっと無理でしたね。ジェネラルデーモンはパンデモニウムがないと死ぬし、デーモンがいないと死ぬし惜しかったな、惜しかったな何にもできん、何にもそっかスピリッツオブファラオだ、スピリッツオブファラオだ。これこれあれでしたっけ、第1第2第3を相手のエンドフェーズに出して、でスピリッツオブファラオを出すと。ただクリッターケアあれか、いないだと、やばすぎるなこのデッキ。ゼラゼラ来たんじゃないか、でもそれ来たんじゃないか。ちょっと待てよ、これ来たか、これ来たぞ返せるかもわからない。特殊召喚ジェネラルデーモン効果発動、パンデモニウムを手札に加える、当然発動。いでよデビルマゼラ、よし、まさかここまでいけるとは。でジェノキンが確かこれ戦闘で破壊した、そうだよな。でただデーモンと名の付いたモンスターが存在しないといけないのか、つまりセットするしかない。なるほどな、一旦戦闘入っちゃって良さそうかな。これ行こう、バロンは何もないな、バロン何もないな、バロン何もないな。よし攻撃、今棺落ちました、本当だ第3の棺落ちたぞ。これは来たか、私のエンドフェイスに、あ危なかったな、今落としてなかったらバインド、グラビティバインドだと。くそ何もできない、ターンエンド。ちょっと待て、私バック割れるカードあるか、バックを割るカード野暮だから入れてないかもしれない。ああ、ああ、ちょこうやるんだっけ、こうやるんだっけ、これん邪魔だったのかな、邪魔だったんだろうな多分、そういうことだな。あ、先ほどのウィッチクラフトの方対戦ありがとうございました。やめろ最悪最悪いや、しかしこれは私も近いことはやっている。でもだからといって、ああいや、いいですよ、殴ってもよかったよかったんだぞ、それでも。
恐ろしい使い手だったアビドス三世さん、対戦ありがとうございました。ではお次に、イニシエより来たりし者、イニシエより来たりし者か。デビルマゼラで大丈夫かな、同じぐらいイニシエだったらいいけど、うん、ただ恨みだったのかな、あれは。まあでももう棺を自分で破壊してしまった時点でもうダメだって思ったのかな、もうこのデッキの勝ちじゃないって思ったんだろうな、おそらく。あれ棺って別に複数入れてないのかな。あっ、ひどすぎるかなこれ、ちょっとまるで環境デッキみたいな動きするぞこれ。ああ、皆さんランクマこれでいきましょう。ランクマこれでいこう、もう最強だこれ。このデッキ最強だ。これでもゾウジいるとそんなに落ちないんだよな。ああ最強すぎた。なんだろう、エンド、えな、スネークポット、毒蛇トークン、毒蛇トークンで強欲で金満なつぼ。これはなんだ、ベノミか、ギャーギャーレベル3のこれトリックデーモンしかやりたいのか。はい、フォーリンダウン、もうこんなの、もうこんなの普通に殴るしか。サンダーボルト、サンダーボルトは無理だな。ほう、ちょっとこれはオパクリ遊ばせてもいいかな、良さそうだな。もう一旦待ってもいいかこれ。でもなんかあるぞ、なんだ、あここからラーはありえるのか、ゴッドスライムとかありますもん。でもイニシエから来てるって言ってるから、もっとイニシエなんじゃないですか、多分今よりはるかにイニシエなのでは。でもまた伏せましたね。マリクデッキはでもどうだろう、ちょっと様子見たいな。はい、パンデモか、動いてみてもいいかな。でもケルビーに出したところでなんですよね今。それだったらデコードトーカーまで出してしまいたいところちょっとあるのだが、あるのだが、別にレベル3今多分落としても言うほどうまみないんですよね。悩むな、ちょっともうちょっと相手見てみましょうか。そろそろ分かるんじゃないか。だいたい今個性的ななんか色が出そうなカードがスネークポットしかないから、そろそろ落ちてくるんじゃないかな。この辺は汎用だし。あ、生贄にした、出てきた、ちゃんとちゃんと出てきた、ゴッドスライム、あ、ちゃんと出てきたな。なに、
邪神アバターだと。なんだと。よかったのかもしれない。しかももう一枚メタルリフレクトがあったのだったら、これは握っといてよかったかもしれないですね。ただ2ターンの間使えないのか。どうしましょう。一体どうしましょう。あれは絶対にパクりたいな。パクりたいけどな、たいけど。ただ戦闘で破壊されないんだこれ。いやどうしようこれ。ちょっと待って。デーモンを何でもいいから引く。2ターン後に、今立って2ターン立たないとこれ魔法発動できないですもんね。発動できないから、それまでに、これは元々の攻撃力じゃないのか。元々の攻撃力じゃないから追うのはダメだな。追うのは良くないな。だから2ターン待てない。だからといってギルファーデーモンも気長すぎる。あまりにも何らかのカードを一旦守備にして持ちこたえるしかないということか。現状いろんな話を総合するとそうか。あ、もしくはトレミスか。トレミス今出せるかな。ちょっとむずそう。小生何らかのカードが墓地に墓地に落ちてればトレミスが出せるんですよね。だからそれまでは耐えだな。耐えですね完全に。これもう一旦全身全霊で耐えるしかないんだが、耐えきれないだろうなこれ。無理だろうな。なあ引くんだ。発動でき負けた。これ無理だ。まああれはもう、もう何が何でも一回フォーリンダウンを、フォーリンダウンでどうにかしておくべきだったか。強いぞ邪神アバター。隣にゴッドスライムいるだけでこんなにきついんだアバター。なるほどな。特にコストかけずにここ立ってるのがつらいな。ギャー強すぎた。なんて強いんだ。うわドローする気しかない。イニシエより来たりしもの、対戦ありがとうございました。言うほどイニシエだったか。言うほどイニシエだったか。が確かに登場順で言えばイニシエだ。ならば認めよう。本当に強欲な名前来たな。なんかさてと、惜しい惜しいけどワンチャンチャレンジしましょうか。6枚あるけども、まあ結局3枚か。指定はさ、いや直接絶対いける絶対いける。まあ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 、墓地を肥やした。これ今下手に出さない方が良さそうだな。予想外で。一旦これは静かに立ち上がろう。そっちの方がいいはずだ。そう、名前が欲深すぎる。
なんならアルミラージまで出して強欲そうだな。カバーカーニバル、なんかこれやばくなかったか、確かなんかもう超カバーカーニバルでしたっけ、なんかめっちゃやばい効果なかったかな。これカバートークンが特殊召喚されて、自分はエクストラデッキからモンスターを特殊召喚できない。発動後ターンシュルジまででは、カバートークン以外のモンスターを攻撃対象にできない。なるほど、それは良いでしょう。これまさか、あ、いけるんだ。これやばすぎる、この手札に加える手段。惜しい死ぬかもしれないこのままこのまま死ぬかもしれないこのままこのまま死んでしまうかもしれない。うわー、くそなんということだ。このまま私はじわじわとなぶり殺しにされてしまうのか。そんなのは嫌だ。アルミラージ出したとてなんだよな。でもあの、どっちかっていうとあのカバ倒しといた方がいいかもしれない。なんだって、なんだって、あと強欲なかけら久々に、なんかあの稼働当初の、稼働当初のリンクス以来久々に見た。え、これカバートークンからなんだ、打ち出の小槌で引き直し1枚だけ、はい、そしてエンドフェイス。なるほど、え、このままだと私オクトロスビートをなさってしまうが、それでもいいのか。33でのリバイスドラゴン入れようかな。もうだ、なんかこれいろいろあってジェネラル持ってこれるんじゃないか、ひょっとして。まあ、あれが強制脱出装置だったらもう笑うしかないんですけど、ここからデビルマゼラまでつながりそうな気配があるんだが、ただにしても今カバ潰すだけだったらこれでいいか、今カバ潰すんだったらこれでメイン2でやるかな。強制脱出打ちたくないでしょ、ちょ、怖すぎるからカバ減らそう。これで特に何もなかった。なるほど、いや攻撃待ちちょっと思ったんですけど、確かにミラホが面倒だなぐらいには思ったんですけど、おじこりなさってる可能性はありそうですね。でこれがトリックだと発動しないから、マサイからタイミング逃さず発動で、でマサイで、墓地に送ると、でマサイでトリックデーモン墓地に送るとトリックデーモンの効果が発動して、ジェネラルを持ってこれると。美しい、美しいのだが予想外は今は打てない。まあ、ただいつでもいけるようにはなった。先に発動しといてもいいかな。まあでも一旦待つか、待たなくてもいいけど、待たなくてもいいけど、パンデモニウム地引きでジェネラルデーモン普通に出した方が強い可能性があるからな。邪神の方対戦ありがとうございました。来た、自分フィールドにカバートークンを
可能な限り特殊召喚できる。このトークンはリリースできないからの、からの待って、これがなんか効果あるのかな。召喚に成功したターン、召喚に成功したターンだから何が起きるんだここで。発動しない。した方が困りそうだからしない。バカな、バカな。え、いいのか、このまま私平気で勝ちの目を積みにかかるがいいんだな、いいんだな。容赦はしないぞ私。さあ落としなさい、大事な手札。発動しちゃうんじゃないか、一旦発動しないか、それしないのか。一回先に裏しみになってると、うん、するな。うん、でもどうしても守りたかったらしい。本当か、本当か。ダンサー2カバーカーニバル、カバーカーニバル、なんだなんだ一体何が起きてるんだ今この場で、今この現場で何が起きているんだ。ちょっと分かんないから、ディスカバーだけでも倒しといた方がいいのかな。今まだメイン1ですよね、メイン1だから。まあ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 、何デーモンでもいいぞこの際。ちょ、多いな自分のそっか、でも存在、デッキに存在しないデッキ指定して落とすがあるからこうなるのか。よく考えたら何がいいかな、あの風属性のやつないとか。シャドウナイトデーモン選択、仕方なし、もう一度だ。シャドウナイト、はいはい、ゼラ。じゃあオクトロス相打ちしてもいいかもしれない。ちょっとあれ怖すぎる。あ、そっか、これあれかな、カバ、いや、いけたな、いけたな。エンド、こうや、なんか単純に墓地小安系だったら本当に悪くないぐらい引けるな、宣告こやせるなこれ。でもレベ1モンスターってなんかありましたよね、なんだっけ、なんかめちゃくちゃ邪悪なホープみたいのありませんでした、あれも出ないのかな。何なるほど、私は先ほども申し上げたが入っていないんだ、その類のバックを割るカード。エンドだ、このままだとデーモンの宣告で私が死ぬかもしれない。あ、でもあれはトークン素材にできないんだ、アンチホープは。はい、スカルデーモン、
であれば一旦これセットしてエンドしよう。つまりなんだ一体なんだというのだいいでしょう、存分に見せてきなさい。強欲で金満な増殖するじいさん、アイコンはナリキンゴブリン。存分に私に見せなさい。よし、ターンエンド。割れたぞ、五風剣。それでいいんだな。アンチホープはマスターデュエルだと。ウルトラレア。なるほど、私もあの社会一般で言ったらこの手札は事故っているんだが、とにかく減らしてしまうぞ、そのカバートークン。いいんだな。ターンエンド。どうするつもりだったんだ私がフォーリンダウンで。いやでも私がエクストラから召喚できなくなるのか、嫌だな。そろそろかけらが発動しちゃいますね。しましたね。なんだちょっと待って、通常5枚あったら何かはできるぞ、何かはできるぞ。通常じゃないんだろうが、この部屋に来た時点で。いや、カバートークン残しとこう、これ。ほう。ターンエンド。いよいよ崩れるぞ、その牙城。どうするんだ私がここから。5枚やって、5枚やるときの打ち出の小槌気持ちよさそうだな。1枚、あ、2枚、びっくりした。そうか、これ1枚ずつ指定していくのか、なるほどな。そしてガジョウに失礼ひど過剰に失礼ちょっとなんでなんでなんで何をする、何何このデッキ本当に。え、クロスサソリだ。え、クロスサソリ洞窟だんだ。エクゾかな、シンプルに。大丈夫か、これだけターンかけてハンド2枚ですけど、エクゾ足りうるかそれ本当に。大丈夫か。あ、これ楽しそう。ちょっとそれ容赦はできぬなんですけど。はい、スカルデーモン召喚。あ、ジャックポットってなんだっけな、なんかあったな。あ、パルさん大佐ありがとうございました。王国編の城の内的だった、なるほどな、やっぱりそうだったんだ。いやでもこれあれかな、ダメージ的にはシャドウナイト素直に出した方が強かったかな。まあでもその分相手のやりたいことが見えるというものだ。なるほど、そっか、バブカールからか。まあバブカールから全然いいか。でも今和睦を完全にスルーしていた、景色として見ていた。今和睦を、遊戯王、ジャックポット、
このカードをデッキに戻してシャッフルする。また、このカードが相手のカードの効果によって墓地に送られたとき、このカードをゲームから除外する。この効果によってゲームから除外された自分のジャックポットが3枚揃ったとき、自分はデュエルに勝利する。ほう？ほ、ほう？送らないぞ。送らないぞ。私デビルマゼラフィールドからでなければ、え、私が待って、ちょ分かったかもしれない、分かったかもしんない、デビルマゼラで、でもバーンって落とす、バーンがありえる、まさか私がうっかり使うものなら、あ、強制転移とかありえるか、全然ありえるか。でもこれしのげないと死ぬけど大丈夫かな、死ぬ、死な、大丈夫かな。で、そっか、黒サスリが送ってなるほどな、なるほどな、分かった分かった分かった。で、こっちの黒サスリの効果で、魔法カードボンバンバンって送ってって、3体殴った時点で私の負けになるのか。なるほどな。危な、危な、そのデッキ。つまり、ちょっと際どかったんだ。私。どこからでも死ねた可能性ある、あるってことですよね。それ。私が結構遊んでたじゃないですか。ただライフがそうか、1000だから足りないんだ。3000下回ったら自動的に負けっていうことですよね、それ。え、面白い。面白いけどパーツの集め方、せい漫画みたいな漫画みたいなデーモンの揃い方してる。漫画だったらここから逆転されて負けるぞ私。左腕の大小とか、あ、確かにあったら強そうだな。なるほどな。面白いいな、いいデッキだったなそれ。この私のデーモン軍団に勝てるわけがないって言って負けるやつだぞこれ。ミラーフォースだぞ和睦だとなんかそんな気してた、和睦だと思った、なんとなく。もう捨てなきゃだ、ハンド捨てなきゃ。でもまあ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 、ハンデモじゃなくても、あれ、トレニスってモンスターですよね。そうですよね。でもサブプランあるかもしれませんよ。だって和睦さえあれば、あ、でも、いや、でも戦闘ダメージ与えなくなっちゃうから、結局魔法カードは墓地に落ちないのか。あとどんなプランがあるんだろう。戦闘ダメージ自体は発生しないといけないわけで対戦ありがとうございました。そうですよね、そうですよね。ちょっとマゼラ一回テーブル離れて、なんか中学生デッキ使うか。なんか結構マゼラたくさん使ったから、そろそろ景色を変えるか、もしくはブルマイガエルでもいいな。まだこれでいこうかな。黒笛さん対戦よろしくお願いします。
とあとちょっとあのデビルマゼラが思ったより強いちゃんと強い。行くぞ中学生デッキ。高校まくりのが強い可能性があるぞ。中学生デッキ高校だ。いい、あ、こんなんだった、こんなんだった。こんな感じ、こんな感じ。あ、抹茶をサイクロン2枚がもう気持ちがいい。相手の二伏せに対してサイクロン2回発動、これに勝る気持ちよさはないな。もうチェインしちゃう私。いや、やめよう。うん、なんだったいや、あれだったから。忍法影縫いの術。自分フィールド上の忍者と名の付いたモンスター1体をリリースして、相手フィールド上のモンスターを選択して発動できる。選択した相手モンスターをゲームから除外する。強いあ、なるほどな。いる間、あれがある間除外すると。なるほど。情けは無用。地高忍法あった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 。ちょっと直名が殺しすぎるな。直名発動や、あの、よっぽどのことない限りやめよう。忍者だこれ。セットされたこのカードを相手モンスターの攻撃宣言時に発動できる。その攻撃を無効にしバトルフェーズを終了する。へえ、普通に守り札としてえらい感じだ。ブレイドナイト召喚アタック、硬い加減。リリースして自分フィールドの忍者モンスターの攻撃力を800アップする。なるほど。まあ念のため、あのサンダーボルトとか撃たれたらさすがに撃つからな私あのライト身も蓋もないカードが発動した時だけ私はこれを使う。よかろう、やりなさい。忍法修練の地、よかろう、やってみなさい。忍者モンスターが召喚、反転召喚、特殊召喚された場合、自分の墓地の忍者モンスター1体か、忍法カード、忍法カードはしかも別にこれモンスターの指定ないから、さっき割ったカードが戻ってくる、戻ってくるんだ。だからそのターンは発動できないと。え、強、これこれ強いな。これブレないとかじゃ全然いけないレベルの強さ。イエロー忍者強っ私の知ってる色付きの忍者こんな強くないぞ。なんだこれは、めっちゃ強い。召喚リバースしたターンに、手札からレベル4以下の忍者モンスター1体を、表側攻撃表示か、裏側守備表示で、へえ、なるほど、いいでしょう、来なさい。だつまり、まあ、このターンには発動できなかったとて、さっきの除外効果とかが来るわけだな。んー、サンダーボルト。社長知ってるのブルー忍者とか、はい、完璧にそれ。リフレクトバウンダー召喚。あれどんな効果だったっけな。忍者モンスターがいるときみたいなノリでしたっけ。これは普通に発動できるのかな、どうなんだろう。なんかそれと、もっと前の、もっと前の影縫いだこれ。あ、そう、やっぱり忍者いないと発動できない。よし、なんとかなるはずだ。バトルフェイズリフレクトバウンダーでダイレクトアタック、強すぎる。サンダーボルトに直面打つんじゃなかったですか。上げ足取りはやめていただこう。ほう、これはこれはこれはまさか、あ、いいいい、あり合わせのクリーチャーで殴ってた殴ってた。ゴズケかい。
オッケー。オッケー、ターンエンド。よし。まさか想定していまい。サンダーボルトはな。伏せがあるんだよな。そうだ、あれ伏せ。フィールドにカードないとダメでしたよね。ゴーズって。最強。最強のカード。クリッターでダイレクトアタック。リフレクトバウンダー。ダイレクトアタック。あなたのラストターンだ。収縮をセット、そしてターンエンドだ。トラゴエリアがあるかもしれないからな。トラゴエリアがどんな召喚条件なの。ゴースみたいに出てくるのは覚えてるけど。イエロー忍者、そんなカードで一体何ができると言うんですか。ちょっと強そうだぞ。いや、じゃあ見よう見よう、あなたの行いを拝見させていただこう。殴ってきなさい。無策でバウンダーに殴ってきなさい。その瞬間あなたの敗北が確定する。ほう、ターンエンド。ターンエンド、なるほど。これされた場合だからな。あ、なんか諸問題を全て解決しそうな激強カードが来たんだが、これしかもさっきの除外カードはお互いの忍者を除外するみたいなこと書いてあったから。バトルフェイス、異次元の女戦士で攻撃。お互い除外でしたよね、それ確か。あ、そっか、これバトルフェーズ終了の方か。なるほど、時間稼ぎですか。いいでしょう。ターンエンド。確かに BGM とデッチが合いすぎている。あまりにも BGM の相性がいい。しかもライフ900でこんな BGM 流れたら勝つに決まっているだろう。やめなさい。先ほどの影縫いが来ますね。いいでしょう。直命は封印して差し上げましょう。そんなか弱い忍者たちで一体何ができると言うんだ。あ、ゴールド忍者だ、懐かしい。これもギャラクティックオーバードライブとかあるんでしたっけ。これオーバードライブだっけ、ロードだっけ、なんだっけ。手札からトラップカードを墓地に置くターンとできる。はい、でデッチから強い。いいでしょう、いいでしょう。一回全てを見せてごらんなさい。これでも回ってそうですよね。ここから回りそう。ランク4の忍者いましたよね、確か。何かをいた気がする。黄昏の忍者、新月。ほう、モンスターゾーンに存在する限り相手は他の忍者モンスターを攻撃対象にできず効果の対象にもできない。なんだって。で、戦闘また相手の、ほう、リンクだ。忍者マスターサイゾー。どうも、忍者マスターサイゾーさん、鏡隼人です。リンク先にモンスターが存在する限り攻撃対象にならず効果の対象にならない。なるほど、メインフェーズに発動できて、デッチから、おお強い、忍法魔法トラップを選んでフィールドにセットする。なんかやっぱいいな、こうやって見たことないカードめちゃくちゃ来るのすごくいいな。全部スルーしよう、発動する効果。そしてなんだ。なんか来た。忍法分身の術、自分フィールドの忍者モンスター1体をリリースして発動できる。
カードのレベルの動きがリリースしたモンスターのレベル以下になるようにデッチから、忍者モンスターを。ほう、なるほど。クリッタークリッタ、これ収縮打ったら相手泣くかな。収縮打って50ダメージだけ与えたら相手号泣するかな。これやめとくか別に別に何もないよな、ここから。あ、対象取れないんでしたっけ。これ全これこのカードじゃないのか。このカードです。このカードじゃなくて他のか。あ、新月とこれで半分ロックみたいのかかってるんだ。じゃあなるほどな。あの町の忍者アヤプ特有の忍法を使う、忍法を使うぞ。めっちゃ好き。さてっと、さてっと、さて、さてっと祈りなさい。バウンダー強すぎ問題。リフレクトバウンダー最強問題。私のリフレクトバウンダーが最強すぎる件について。なるほど。まずはバトルフェイズ。まあつまり、まあ一旦新月は除去しとかないと厄介そうですよね。あとあとバウンダーがなんか大変なことになりそうだから、これ一回こっちでいっか。別に女戦士は強制じゃないから普通に。なんだ、あ、これで鍵抜いで除外かな。除外どうぞ。しかもこれ確かあなた離れたら、そうですよね、そうですよねブレイカーいいカード引いちゃってるなこれで。どれどれ、でもこれってフリーズロックって、あ、セットされただからいいのか。で、相手フィールドの全てのモンスターは表示形式を変更できない。なるほどな。なんだ、あ、これが分身か。はい、送って何が出てくるんだろう、楽しみで。ここで偏見の男みたいに才蔵だ来た。半蔵だ。スーパーレアだこれ、懐かしい。特殊召喚に成功した時、忍者マスター半蔵以外の忍者モンスター1体を手札に加える。で、ちょっと待てよ、でもさっきのは言ったから、このカードが内緒にならないだけだから、これ半蔵に収縮打つか。収縮打って収縮打っていよいよあとなくさせた方が強そうだぞ。あなたサーチするもんな。これで速攻魔法でコンバットトリックでも器用ものならいけるはずだ。セイ、これでどうだ。あなたの残りライフは100。これが決まったならあなたの残りライフは100。なんかやってる。続けまーす。これ分身単一じゃないんだ、単一じゃないんだこれ。はいはいはい、残り100、祈りなさい。お互いにだ。ターンエンド。鉄壁って何でしたっけ。なんかあった気がする
なんかあった気がするけど。はい。あ、アニメで逆転する展開は、そういうことか。いや、表示形式の変更は、ブレイカーでフリーズロック破ればいけるはずなんで、これでどうだ。そういうことか。王宮の鉄壁みたいな、なんか、ライフが100以下だと負けなくなるみたいなカードあるのかと思った。大丈夫だ。上級モンスターだ。黄昏の忍者将軍、月賀さん。よろしくお願いします。そろそろ発動しようかな、これ。発動してもいいかな、これ。いや、見届けるか。まあ見届けるか。まあ私の死者蘇生も使えなくなって逆転不可能になる可能性あるからな。で、効果を見てなかった。表が表示で存在する場合、月賀以外の自分の墓地の、忍者モンスターを対象として発動できる守備表示にし、特殊召喚強っ。つまり半蔵とゴールド忍者が来て、しかもゴールド忍者の効果も発動できるのか。しかも半蔵も強っ。忍者楽しそう。いいな、忍者楽しそうだな。なんか何やらすごく楽しそうだな。へえ、面白い。そしてニンジャスレイヤー5巻ぐらいまで読んだはずなのに、5巻というかあんまその区切りないですけど、あれ出てきた順かな、あの発刊された順に5冊ぐらい読んだ覚えあるんですけど、大抵のエピソードが頭から抜けているな。あ、そういえばですけど、近日かな、近日とある動画が上がるかもしれない。今週かな、今週上がります。遊戯王関係で1個動画上がります。よろしくお願いします。忍者屋敷ではない。ターンエンドか。さあさあ、運命のダイスロールの時間だ。ローション遊戯は病気すぎるな、あまりにも。じゃあこれ無効にされたらまずい。これ無効なのか、実はまずい。墓地に送って、合計以下のレベルを持つ、やばい。よくわからないが言ってしまった。交流の忍者いるんだ。そんなの、そろそろ直面発動しようか。いや、まだわからない。なんと孤爵な。いや、でも相手が大スポットを殴った時、私の勝ちが確定するようなもの。なぜか完全に勝つつもりでいるからな。死者蘇生でもまくれる場面ではないな。ターンエンドだ。ターンエンドだ。しかもあなたも割れるのは魔法トラップのみか。モンスター割れないんだ。じゃあ
どうなさるおつもりなんだ。バウンダーサクリスカルデーモンでサイゾー殴りでもいけたのか今。なんかでもありそうだったけどな。直面はもうこの際いいんですけど、反転召喚が今あれフリーズ抜けた。いやフリーズロック抜けたから次できる。これでいけるぞ。フリーズ術が消えた。やってしまいましたね。おそらく最も不要と判断したそのカード、それこそがあなたを守る唯一の盾だったことにライフがゼロになってから気づくことでしょう。次こそあなたのラストターンだ。まさか伏せが大スポットとは思っていまい。それにしたってだ。問題は同じ理屈で私もバウンダーをどけるととんでもないことになるかもしれないということだ。だからどんなにもったいなくても死者蘇生を使った方がいいのかもしれない。死者蘇生スカルデーモンルートで行った方がいいのかもしれない。見せてるんだよな。クリッターサーチでもう忘れてるんで、もう忘れてるんで。何発動した今。シンプル半蔵か。すごいな手札が。2枚目の影縫いだと。まさかこれでバウンダーをやめろ。でバウンダーをどうするんだ。バウンダーバウンダーはどうするんだ。そこからどうするおつもりなんだ。クソサイクロンでさえあればサイクロンでさえあればクソ。なんという膠着状態。これは死ぬほど嫌だが、死ぬほど嫌だが、死者蘇生でモンスターを蘇生させてスカルデーモンで殴るしかないようだ。向こうの手は借りない。クリッターを召喚。ブレイカー蘇生反転召喚ってできましたっけ。そういえば、あーもう出しちゃった、出しちゃった。もうこれでさらに可能性のありそうなもの、今後さらに可能性のありそうなもの、雑貨商人かな。雑貨商人かな。もはや通常召喚のみですよね。そうですよね。なんかそう、召喚に成功した時っていうテキストしかなかった気がする。バトルフェイズ陣雷のスカルデーモンで再造に攻撃。しかも陣雷のスカルデーモンは対象に捕らえた時にいけるんだ。別に普通にいけるんだ。さてじゃあ次はちょっと大盤振る舞いバジェ行きましょうか。これまだ回してないんだよな。回してないし強制転移が2枚しかないけど、やってみるか。対戦ありがとうございました。ただあんまりバージェストマンの動きをするとちょっと強いかもしれないから、なるべく大盤振る舞いでいこう。
裏か。確かにさっきの試合は、さっきの試合は向こうももう自分が勝つと思って大スポットに殴るっていうのが一番いいかもしれなかったですね。なんだ、失楽の魔女とか言ってきたぞ。あ、絶対ろくでもない特殊勝利デッキ。分かった。あ、やばい、これ本気でいかないとやばい、これまずい。え、もう下手したらこのターンで死ぬぞ私。あ、バージェスト、まあ俺のせいです。引いてきたのはまあいいんだけども、このターン中にできることがあまりにも限られているぞ。ちょっとこれまずいな。Dの実をセットして、でレアンコイルかピカイアを、レアンコイリアだけハンド持っとくか、ハンド持っといて、で命削りは良くないな。エンドでここ下っちバーンだこれ。まっ除外え、これ私のエンドか、でも私のエンドか、まずい、もう死ぬ、くわーうわー許せこういうデッキです。つまり回復する効果がダメージを与える効果にこう逆転するカードがあるんですよ。これレフキルっていうカードと、あとシモッチによる副作用っていうカードで、でそれでこのギフトカードっていう、そのためだけに作られたカード、3000回復するってこのカードで殺してくるんだ。いや、これあれだな、ちょ、これDのみからいくか。Dのみでこれ後のがいいのかな、後から除外のがいいか、後から除外のがいいのかな。もうほんと俺チェーンの違いで負けるからな、チェーンの違いで負けるんだよな本当に。どうしよう、どうしようこれ。いったまとで、ハンド捨てて命削りからでもなんならいいぞこれ。除外した、普通にあ、よし除外できたぞ。よくわからないが除外できたぞ今。じゃあよかった。で今、禁じられたカードを伏せたのか。であれば、エンド前にバージェストマオレノイデスでこの辺割ってみるか。禁じられたは別にそんな痛くない今。あ、忍者デッキの方ありがとうございました。そしてディノミを、もっできて、これピカイアは割といつでもいいから、ディノミで俺のイデス墓地行って、でターンエンド前にもう一回ピカイアで、いや多分これ本気で言っていいな、これ本気で戦った方がいいな、ガチで。でレアンコイリア落として、よし、威嚇する方向、今落とせたのでかすぎるマジで。間違えるが2体目であれば、ちょっとこれ私鬼になるぞ。ちょ、このために下地盤一撃で死ぬから、これ相手のターンリリースして、天使族レベル やばいいや、まだだまだ、いや、ここで召喚だったらいける。いや、もう鬼になるぞ私は、もう何もチェーンさせん、絶対に何もチェーンさせん。そこでチェーンしなかったならもう終わりだ。
もうおしまいだ。もう本当にもう鬼になる私は。ここから間違えるも、もう出しちゃう。これ出しといていい、出しといていい。もう尋常の戦いではダメだ。普段だったらやらないことをしなきゃダメだ。で600ダウンしても勝てる、勝てるよな今な、このカードはブラフだ。こっちにギフトがある、こっちにギフトがあるから。で効果の対象にならず、効果が無効になるわけではないから、これ無効になるわけではなくて火力では勝ってるから別にいい。よしよし、倒しなさい、持ち帰る。いやこれマジで危なかったな、多分本当に危なかったな。そしてあなたのターンのスタンバイフェイス、持ち帰るの効果発動。バージェストマ俺のせいです。破壊してトラップトリックは今は大丈夫かな。着替える発動。ちょっと待てよ、着替える、まあ、別に、あ、いや、いい、生き返る。はい。かわいいカエルさんたちですね。くたばれ。かなり嫌な思い出があるな、これは。いやー、厳密なこと言うと、これトラップトリックまで発動しちゃって、った方がいいな。ね、お礼のいいですはや、まあ、これ召喚か、召喚は別によくって、まあ持ちトラウマは相当あるでしょうね。あ、これただのただのガイルバジェだもん。これシンプルシンプルただのガイルバジェやっちゃった、ごめんなさい。ちなみにプラチナとか行きたい、なんかプラチナ1になりたいじゃなくてプラチナぐらいまで行きたいだったら全然ガイルバジェで。よしよし、パイセンありがとうございました。これはさすがに、これはさすがにありがとうございましたでいいんじゃないのか。せっかくだからこの辺出すか。はい、うん、ちょっとシンプル強くなってしまった節はありますね。これって確か、あ、そうか、表のトラップが発動した時か、オパビニアから経由してもよかったんだけども、今あれか、生き返るが、あ、生き返るまでいけないか。じゃあ、いや、フィールド破壊できるな、これシンプル破壊できるな。あ、じゃあ何の問題もなくなっちゃうやつだ、何の問題もないやつだ。これでカエルは前よし危なかった、ああ、危なかった、すいませんでした。これはちょっと申し訳ない、これマイナーじゃない、これは良くない、これは良くなかった。火力が足りてしまった。これでこれはこれただただ単純に申し訳ないやつだった。ただあの想像以上にギリギリの戦いであったということは伝えておきたい。私あと1枚ギフトカードが発動すれば負けていたところだ。モンスターの効果受けないモンスターの効果受けないんだよな。そういえばあのマロカリスはだ、バージェストマ全員うっかり押してしまった。あー、ちょっとじゃあこの辺で
終わりにしとこうかな。もしくはまあでもこの辺にしとくか、もしくはちょっと今一回これ解散させていただきます。で一回最後あれやって終わるか。公開デッキで今からコメントのカード拾ってそれが入ってるデッキで戦おう。解散なってない時ってあれどうすればいいんだ。普通にデュエルの方で、あ、参加者ホスト失礼しました。こうしないといけないのか。いいですね。あー、いいですね。これもらおう。もらいました。雲男。わかんないでもちょっと強いぞこれ。雲男は単純に運用されてる。これデジタルバグとして運用されてる。じゃあもう一回ちょっと待って採用。これでいく。これをもらいます。これいけるかな。禁止カード入ってますって。もう強欲なツボ。ここだけちょっとアレンジ加えよう。でちょ頼むぞ。全然ないし。じゃ今すぐ作ります。お、今日のサムネにもなっているこれ。あ、違う、今日龍が如くじゃないんですよ。ちょっと1個だけ自慢していいですか。こうサムネのこのレーザーキャノンアーマー付きベーシックインセクト、そう、これちょっとエラーカードなんですよね。なんか名前がまんま違うんですよね確か。ゴキボールレアなんだこれ。もともとなんか名前がなんだっけ、あれ書き付きインセクトアーマー付きだったのかな、あれ確か。そう、書き付きインセクトアーマー付きベーシックインセクトかなんかなんですけど、それがなんでかわかんないけどどこからともなく突然レーザーが出てきたんですよね、あれ。そう、なぜかあれレーザーって書いてあるんですよね。一定枚数のロットで出回ってるんですけど、珍しくて買っちゃった。ドクロガンレディバグいたな。代打バッター2枚に良心を感じる。インセクトクイーン、納得いかんマジで。崩せと申すのだな私に。ちょっとしょうがないなこれは。選択カード分解で、しかもパラサイトも2枚いたよな今。ちょっともう怖いな。冥界はまあ強いとは聞いている、がこのゲーム何が怖いって、リアルカードで組んだ方が安いんだよなデッキ大体が。賛美か。相手フィールドのカードを数だけ、デッキの上からカードを墓地に送る。なんて面白そうなカードなんだ。からくり将軍もな、なんか変なスポットで入るときあるからなこれ。まあでもしょうがない、送ろう。仕方がないんだ、勝利のために送るしかないんだもん。くそー。
ダメ、デクレアラー絶対ダメ。絶対ダメ。リンクあたりになってくるとかなり厳しいんだよな、これ。魔法あり、魔法あるでしょ。絶対何かあるでしょ。アドマイヤデスサウザンドも名前が好きだからな。デストーイを使わない自分を信じている。イニシエの呪文。なんかランクアップマジックは持っといた方が良さそうなの。気のせいですかね。気のせいじゃない気がするんですよね。ゼンマイを使わない自分を信じる。サイコードトーカーは使うぞ、下手したら。悲しい。3枚多分生成できれば大丈夫ですよね。もう1個ない。イグナイトも結構好きなんだよんなー。持ち砕け。ダメだ、それは許さない。作ればいいんでしょう、パラサイト。クソ、悔しすぎる。トゲトゲシンの殺虫剤受け入れよう。でこれ合金にしましょうか。こっちだったらまあいいでしょう。よし、でアリの増殖、パラサイト、なんかネタデッキぐらい、なんかパラサイドでいいのか、パラサイドはパラサイドでいいのか、何と勘違いしたんだろう。草原。パラサイド、パラサイドだと思ってたらパラサイトだったんだって思った瞬間が1回だけあって、それで なんか勘違いしてたな。じゃあよーし、でこれで、あ、じゃあ何送った、今何送った、リビングレッドか、リビングレッドか今。スクロールがずれなさった、きっとリビングレッドだと信じている。で何でもいいですよねこれ。使えないやつだったら何でもいいか。持ち帰る入れよう。ファフミューベータ、ハリファイバー、キュリオス、アポロウーサー、バレソー、アクセスコード、ジャガーノートジャガーノートリーベ、アーゼウス、あ、一応虫ベルズビューとダベリオン、ちょこの辺使えちゃいそうだから嫌だな。アルデクはめいないちゃう。ファイブゴッドドラゴン、虚無、クリムゾンノバトリニティで、エルドリッチ、よしよし、なんて強いデッキなんだ。名前変えなきゃ。大文字でなきゃ。あ、もう無理だ。コントロール、まあいいか。虫野郎コントロール頑張るぞ。というわけで、まあこれで1戦2戦して終わりましょうかね。これデッキじゃない、部屋だ。ランクリセットされてゴールド5になっている。4人の、公開オフで、本気の対戦を希望、趣味デッキで遊びましょう。でこれデッキ間違いする前に虫野郎コントロール置いて、さあ行くぞ。ルームナンバー483797、483797。そう、これ1戦2戦ぐらいしかしないんでルーム ID は出さないでおきます。よし、では
待ちましょう。行きましょう。カイジ参戦。ちょ、大丈夫かな。ギャンブラーすぎるでしょ。もうマスコットがギャンブラーすぎるでしょ。先行。勝てますかね、そんな不確定な周りをするデッキで。私のこの最強の虫デッキにね。なんて強いカードなんだ、なんて強いカードなんだ。これで殴り続けたら勝ってしまう。そして空の昆虫兵、空の昆虫兵と競合するぞ。地属性だ虫。抜けこれ。私はベーシックインセクトを守備表示で召喚。カードを1枚セットし、ターンエンド。しかもあなた風属性モンスターオカ。このカードは風属性モンスターを攻撃する場合、ダメージステップの間攻撃力が1000ポイントアップする。何も関係がない。びっくりする、関係がなさすぎてびっくりする。もうちょっと待って、まだ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 、リリースでき、なんでだ、なんでできない、なんでリリースができない。アドバンス召喚のために絶対に許さん。レックルを召喚、ラッキーチャンスだと。コイントスを1回行うモンスターの効果発動した場合発動できる。裏表当てて当たった場合デッチからカードをドローできる。なるほどな、構わない、私のターン、レックルでダイレクトアタック。開示300のダメージ、激痛。さあ見せてみなさい、あなたのギャンブラーぶり。ガンキャノンショット、コイント数を行う効果が出た発動した場合、その効果で表が出た枚数によって、何、そしてヘッドジャッジング、自分また相手がフィールドのモンスターの効果発動した時に発動できる。発動したそのプレイヤーコイント数を1回行い、表裏、もうコイント数が多い。そのモンスターのコントロールをそのプレイヤーから見て相手に移す。そしてコイントスを発動して、なんだ、相手ライフに1000ポイントのダメージを与える。くわー、痛い痛いくそ。いや、これはインセクトクイーンを出すために私は攻撃の無力化を発動、バトルフェーズを終了する。そうはさせるか、つまりコイントス自体をさせちゃならないんだ。よし、レーザーキャノンアーマーを引いたぞ。なんて強いカードだ。私はレックルとベーシックインセクトを生贄にインセクトクイーンを召喚。はははは、強すぎる。そしてレーザーキャノンアーマーをインセクトクイーンに装備、パワー2700、誰も勝てまい。このカードの攻撃宣言の際に、自分フィールドの他のモンスター1体をリリースしなければならない。なんで、今いないからいいけど。だがこれでバトルフェイズなんだ、そっか、他のモンスターがいないと攻撃宣言が、くそー、強制か、強制か、これ強制か。
そさせないでくれ。強すぎるがゆえの代償。やばい、痛い。痛すぎる。コイントスバー。いや、アリの増殖のテキストを見てくれ。自分フィールドの昆虫族をリリースしないといけないんだぞ。何を考えている。しかもこれ昆虫族のみかな。あ、モンスターだったら何でもいいんだ。よかったな。そしてここでアリの増殖を発動しよう。ちょ、やめましょうって。本当に本当にやめましょうって。そしてここでアリの増殖をアリトークンを2体守備表示で召喚。ブルーアイズをも超える最強のカード、インセクトクイーン。絶対そしゃ、絶対そしゃ、モンスターボックスは勝てる、私は勝てる、私は勝てるんだ。よし、勝った。危ない危ない、ターンエンドだ。ウランってなんだっけ、シュフィールドの植物族。いないな、いないでしょうな。そしてこのターンのエンドフェイズ、私はインセクトモンスタートークンを召喚したいが、ない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 、発動した時に調整か。こんなのがあるなら発動したくなかった。こんなのがあるなら発動したくなかった。裏だ、裏に違いない。よし、これ外した場合、あれ外した場合がよくない。いいの、ほーん、あ、オクラだ。反転召喚すればいいだろ。逃げたな、大スポットから。私は逃げないぞ。発動してくれ、ヘッドジャッジ発動してくれ。くそー、いやまだだ、代打バッターがいる。これでなんとかなるかもしれない。でもこれ待てよ、インセクトモンスタートークン破壊すれば、いやどうせ通常召喚されるに違いない。破壊した。これ自分または相手がって書いてあるけど、なんでだ、なんでだ、発動できるだからか。卑怯者め。これ手札でしたっけ、手札だな。なればウダンでいいのか。が、そんなことは今更だ。よし、弱点の一手、ここで引くしかあるまい。当然6枚。無理だ。無理だ。森は強化される。これ悪すぎないか、これヘッドジャッジング。しかも別にもう戻らないぞ。このカードが破壊されたからといって戻らないしな。待てよ、相手はひょっとしたらもうモンスターがいないのかもしれない。つまりここで私は森の住人ウダンを召喚。そしてインセクトトークにアタック。これでクイーンはアタックできない。これにかけるしかないんだ、もう私は。あとはトゲトゲ神の殺虫剤しかないんだ。やったよ社長、ライブラリアウトの心配が消えたね。全くだ。いや本当にないぞ、
本当にないぞ。来た、プチモス。でもこれはタイミング選ばないとやばいな。これ勝ちうるぞ。ウダンを守備表示、ターンエンドだ。だがコカロ落ちないと破壊されると、私の運命のドローがどんどん濁っていく。出さない方がいいのかもしれん。怖くなって壁を出してしまったが、これは良くないのかもしれん。よし、相手も何もできないぞ。これで、これ良かったのかな、いや、いいのか、手札来ていいのか。よし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 、あるぞ、これあるぞ。役者は揃った。カイジ沈黙、虚しく佇むクイーン。殴れない、残念。実らない、来た来た来たぞ。一枚しかないのに全ツボした。ちょ、怖い、自分の運が、自分の運が怖い。これ装備しないといけないんですよね。プチモスは普通に召喚できるから、そうだよな、本当にテキストちゃんと見よう。手札から装備カード扱いとして自分フィールドのプチモスに装備できると。でプチモスの元々の講師は、進化の前を参照する。ここで出せば装備はできる、装備はできる。相手がこのターンクリーチャーをモンスターを出さなければ、一旦耐えしのげば。がどっちにしろインセクトクイーンの攻撃力は2700だ。つまりわざわざ守備表示を待つ必要はないと心得る。急げ、向いているんだ、確実に。私に風が、プチモスに進化の舞を装備。ターンエンド、運命のターン。ただどっちにしろあのインセクトクイーン、モンスターを一枚でも引かれたら何？一ターン目、なんだっけこれ。そっか、そっか。がまずは守備表示。装備して自分のターンで数えて、よし6ターンだな。インセクトクイーンが辛すぎる。ターンエンド、ただそれにしたってメサイアを使うべきなのか。でもエンドフェーズだから関係ないな。何？リバースダイス、サイコロを振り直すことができる効果。何をするつもりなんだ。でも確かにメサイアの愛地獄は原作で使われていた気がする。まずい、レジェンドギャンブラーだと。コイントスを3回行う、3枚とも表だった場合どうなるんだ。それどうなるんだ。一番何も起きないのか、それまさか。一番表だった場合何？見届けると言うんだな。一回表だった場合、ジンフィールド上のカード1枚を選んで破壊する。その中でクイーンを破壊しただと。自分のスタイルで勝とうと言うんだな。認めよう、その心意気。いいカードを引いたぜ、ヘラクレスビートル。フィールドカード、森を発動。よし、ヘッドジャッジングめ、盲点だったろう。
私が出すのは通常モンスターだ。召喚ヘラクレスビートル、バトルフェイス。ちょっと楽しそうだけど、アタック、ルーレットスパイダー。城之内くんのカードだ。それは城之内くんのカード2だと、その攻撃を自分への直接攻撃にする。なるほど、守ったと言うんだな、レジェンドギャンブラーを。なんというギャンブラー魂。カードを1枚捨て、ターンエンド。やめましょう、それ嫌な思い出がある、それちょっと嫌な思い出があるからやめよう。1で死んでしまう、1で死んでしまうだと。なあ、なんてピンポイントに殺してくるんだ。ひどいこと、なんてひどいこと。ヘラクレスビートルだけをピンポイントで、なんというギャンブラー魂。来なさい。何、もう一回だと。あ、そっか、手札を全て捨てる。発動してる、ちゃんと。最高だ。残念でしたね。グレートモスも来た。もうターンは数えていないが、そろそろじゃないか。浮かしうるグレートモス。私はターンを終了する。なんだと。よし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 、いやだー、最悪だ、最悪だ。もうちょっとだったのに、人出なし、鬼、悪魔、ねサイヤ鳴り地獄を発動。大スポットはターン終了時に墓地に送られる。発動はする。6で殺す。クソー、許せ、絶対に倒してやる、絶対にだ。来た、皆様の指定カード、クモ男を召喚。いや、ここから落ちないとは死ね、ここから落ちないとは判定召喚したターンエンド時死んでしまうが、こいつだけは許せ。いや、バトルフェイス、ダイレクトアタック、終わりなさい。ぬあそうだ、反転召喚だけじゃない、反転召喚だけじゃない、これ通常召喚でも死ぬ。でもこれもう毎ターンコカローチ出して勝つか、もう毎ターン出すか、もう毎ターンコカローチで勝つか、それでいこう。なんか面白かった気がするぞ。そうだ、攻撃された時に、そうだ、ライフを据える。私はこのまま流れに乗る。コカローチナイト反転召喚、ダイレクトアタック、1000のダメージを与える。そしてターンエンド。コカローチナイトはメサイア鳴り地獄の効果で自戒だが、しかしここで手札に戻ってくる。つまりあなたはほぼ確定で毎ターン1000ダメージを食らうことになる。残念でしたね。あなたの残りの寿命はラスト来たぞ。絶対勝つ、絶対勝つ、絶対勝つ、ここ絶対勝ってやる。表だな、裏だ、よし、な、え、外しちゃったな、なんで
え、外れたのに。え、向こう表選んでなかった。なんで逆だったのかな。弱だったのかな、これ。ここ外したら本当にまずい。ここ外したら本当にまずい。表だ。たったまじ。なんだと言うんだ。私が一体何をしたと言うんだ。やばい。まさかロックをかけられているのは私の方。バカな、ありえない。ちょっと待って、ちょっと待って、本当にどうすればいい。本当にどうすればいい。この1400受けるしかないのか。この1400を私は受けるしかないのか。もしくはだな、もしくはここでここから落ちないとの攻撃力は1000。なんだ、10戦シマップしてるからな。やばい。一旦待つか。いやでも、もしくはだ、どっちにしろ精神規制体が攻撃表示になったら負けだ。負けだから、くっそ、これ待って、全体的に負けか、これ。全体的に負けか。いや、外す。向こうがなんかコイントス外してえらいことになる。これしかない。向こうがコイントスを外してえらいことになる。全部外す。よし、これだ、これだ、唯一の勝ち筋。無差別破壊だ。自爆、これだ。絶対に負けない。コイントするがいい。これで裏だったらアルカナフォースが私の手札に来た。来たぞアルカナフォース。あなたの負けだ。絶対に勝ってやる。来た、最強カード、最強に強いカードが来た。だがここでコカロ落ちないと出すと1700は確定で与えられるが、次に引くカードもコカロ落ちないとだ。だがここで確実にダメージ与えられる。どうすればいい。待とう、待つんだ鏡。新たな可能性にかけるんだ。反転召喚をするわけにはいかない。1だと。大丈夫かそれ。よし、運が向かなくなったようですね。勝たせていただきますよ。ターンエンド、あなたのラストターンだ。頼む。よし、もう微笑まない。なんだと。ちょっと待って、それはまずい。外せ、外せ、外せ。私が、いや、表だったら勝ちなんだな。頼む。どっちだ、それと、ねえ。いや、これ500ダメージ単位でも食らうのまずい。500ダメージ単位でもまずい。なぜならガンキャノンショットがあるから。これ以降表が2回出たら負けなんだ。私は時の魔術師相手にミラーフォースを打つしかない。そして私が引くのは、そう、当然ここから落ちないと。がこれほど安心感のあるドローもない。約束された1000ダメージ、あなたに耐えきれるか。ターンエンドだ。そしてメサイアの効果でコカロ落ちないとは次回さらにデッキトップに。
あなたのラストターンだ。よし、危ない。無差別破壊を免れたぞ。来い。よし抜けた。長い長いトンネルだった。英語とも覚える。暗い暗い暗く長いトンネル、やっと抜けた。コカローシロック。このゲームは諦めない人間が勝つんです。ダイレクトアタック、コカローチナイト。よし、勝った。諦めなければ夢は叶うんだ。ちょっと今ここでカジュアル部屋で戦われている方がいるんで、これは今解散すると悪いかもしれないから、このままにしておくか。じゃあこれはもう今日ここで終わらせていこう。というわけで本日もありがとうございました。最後の最後に異様なまでに熱いデュエルができて本当に良かったです。コカロ落ちないとよかったな。まあ、よろしければチャンネル登録、ツイッターフォロー、ベルマークの通知登録などなどいただけますと非常に嬉しいです。まああれかな。状態が悪い血統を解散しちゃった。じゃあ。はい。ちょっと状態の悪い血統さんには申し訳ないが、ここで解散させていただきます。よろしければチャンネル登録、ツイッターフォロー、ベルマークの通知登録などなどいただきまして、よろしければ私とデュエルいたしましょう。本日もありがとうございました。お送りいたしましたのは、二次三次所属バーチャルライバー、兼鏡インダストリアル代表取締役、鏡隼人でございました。ではでは皆様、おやすみなさいませ。はぁ。というわけで、スーパーチャット、読んでいきますかね。ドラマがありすぎだな今回。もう最初から最後までドラマしかなかった。いやでもあのギャンブルデッキいいですね。程よくやばい。ここからか。はい、ということで読ませていただきます。QRS ありがとうございます。ミハナドさんありがとうございます。あ、ここじゃない、ここからじゃなかった、ここからだ。ことはさんありがとうございます。あずもさんありがとうございます。小宮山さんありがとうございます。そしてみおりさんありがとうございます。鏡インダストリアルの井上警備員さんありがとうございます。 QRS さんありがとうございます。そして三原田さんありがとうございます。篠野めいさんありがとうございます。ラマさんありがとうございます。篠野めいさんありがとうございます。ぴょん太郎さんありがとうございます。そして演奏の達人さんありがとうございます。クレムラさんありがとうございます。三原田さんありがとうございます。ウルさんありがとうございます。ジアンニーさんありがとうございます。ワイロダス、カイバセコさんありがとうございます。鏡やばいと思ったらやつを呼べ、やつをどやつだ一体どやつなんだ。ありがとうございます。でも、鏡の国の力さんありがとうございます。ひかゆきさんありがとうございます。カノタピさんありがとうございます。パルスさんありがとうございます。あ、先ほど対戦いただいた方かな、ありがとうございます。そうだ、城の内くねきでありがとうございます。そしてアイラブさんありがとうございます。お、仕事の一環でとある賞が、仕事の一環でとある大会があり、賞をいただくことができましたということで、よかったよかった、ありがとうございます。そしてダフユさんありがとうございます。タカマックスさんありがとうございます。ぜひ対戦したかったのですが、明日仕事ですのでフォローだけさせていただきましたが、よろしかったでしょうか。いや別になんか全然大丈夫だと思います。なんか特に制限みたいなのもないですもんね。あれちょっと私のその現在ランクがバレて恥ずかしいぐらいな、その感じだから大丈夫です。ありがとうございます。そしてあさこさんありがとうございます。ビンコさんありがとうございます。あ、フィアット G56 さん、そうだあ、今投げてくれてたのか、そっか、ありがとうございます。そして、まあ、足りなかったギフトカード代3000点、ここはあえて食らっておきましょう。そしてジュネスさんありがとうございます。ただのカニさんありがとうございます。ただのカニさん参加ありがとうございます。そして八道マリコさんかな、なんか読み方あるかな。ちょっと普通にバジェガエルが強かったですね、多分そうかな。
八度マリコさんありがとうございます。ソラチムさんありがとうございます。モンブランさんありがとうございます。カイジでした。長々とすいませんでした。いや最高だった、最高でした。あれはありがとうございます。そしてテックマカヤコンさんありがとうございます。リンダマさんありがとうございます。ニチニさんありがとうございます。マリマリさんありがとうございます。ヒナさんありがとうございます。ミタニさんありがとうございます。レグルさんありがとうございます。そしてそしてほんとに今日はよく寝れるな。つばきさんありがとうございます。けいさんありがとうございます。めぐむさんありがとうございます。にしおかまいこさんありがとうございます。よわいさんありがとうございます。するがそうさんありがとうございます。たまごねこさんありがとうございます。不思議の国のかずみさんありがとうございます。ナルトンさんありがとうございます。そらさんありがとうございます。イエイエさんからありがとうございます。テイラさんありがとうございます。そして朝日誠介さん、朝日誠介さんありがとうございます。おとさんさんありがとうございます。ひなさんさんありがとうございます。そして秘書家のセナさんありがとうございます。山本さんありがとうございます。梅さんありがとうございます。しじみるさんありがとうございます。あきらさんありがとうございます。月下さんありがとうございます。ひのりさんありがとうございます。ちこもるさんありがとうございます。最近マスターデュエルを始めたので参考にさせていただきます。あのバジェガエル以外は参考にしない方がいいぞちなみにちなみにバジェ以外は参考にしない方がいいぞ。それこそなんかまあ、バジェガエルは比較的UR も少ない方だからまあまあまあちょっとこの辺のちょっとまあ余計なの一回抜くとして比較的おすすめかな。まあエクストラが汎、まあ、汎用エクストラが結構重いですけど、あとゴリラサイバーが今なんか練習中ですね、配信で。ハムチさんのがちょまだ完璧に完成しきってなくていまいち回せてなくて、ドライトンデクレアラーが今完成したのかな、なんか多分完成してる気がする。サンマルカトルメアユニコーン、ここをトルメアユニコーンにするぐらいか今のところ。まあ大体完成したかなみたいな感じで、村雲大座がめちゃくちゃ高いからあんまりおすすめしなくって、やっぱゴールド帯一番おすすめこの辺かもしれない。必要 UR の数がそんなに多くはないから、まあ、最悪法要指名者うららはまあなくてもゴリ押しでいけるんで、うん、まあ、割と三元馬おすすめかな。プレイも比較的簡単だしこの辺おすすめです。はい、どこまで行ったっけ、ここからか。はい、そしてひなさんありがとうございます。さきなさんありがとうございます。杉野小路さきろさんありがとうございます。乾燥と花粉で喉がやられているのですが、おすすめの喉ケア商品などありましたら教えていただけると。普通にちょっとシチュエーションが分かんないけど、まあ喉ぬる濡れマスクとかはいいんじゃないかな、一番簡単なところでいくと。まあ、あと蜂蜜 100% のキャンディーとかは全く無理がないところですかね。まああと普通に安定卓で言うと龍角散ダイレクトのあたりかな。プロポリスとかもいいんですけど、ちょっと喉ピリッと来るのが慣れない人がいるからどうなのかなみたいな、そんな感じでございます。はい、そして あと朝ダメなんかいいかも。朝ダメとかあの辺は比較的いいかもしれない。ありがとうございます。そしてさきなさんありがとうございます。そして杉の子さんありがとうございます。ひらりさんありがとうございます。遊戯を1ミリも触ったことなくてもできるものですか。できはする。ただ今なランクマッチしかないのかな。カジュアルマッチから行くのがいいかもしれないですけど、まあでもなんとなくこう回してみて、とりあえず処理自体はまあ紙と違って処理自体も全部自動でやってくれるから、まあ一回触ってみて、あ楽しいってなったら、いや全然そのまま続けてもいいと思うし、そうでなければカジュアル待ってもいいかもしれない。うん、ありがとうございます。そしてさくらさんありがとうございます。サンシノピさんありがとうございます。上白ルチアさんありがとうございます。今日も生きてて偉いですね。
みなさんありがとうございます。さやちゃんさんありがとうございます。冬風レイさんありがとうございます。こよいさんありがとうございます。そして藤南さんありがとうございます。かやこさんありがとうございます。かりんさんありがとうございます。さかもりさんありがとうございます。まっぴさんさんありがとうございます。あ、対戦してくれた方ありがとうございます。そして アノルロンドで積んでるゆきぼろさんありがとうございます。頑張ってくれ、ありがとうございます。そして終わりのオラフさんありがとうございます。ぴょん太郎さんありがとうございます。まあ、あとはそうですね、ソロでとりあえず勉強はできるから、毎回一つ新しいステージに来るたびに、まあ、あの効果を覚えるっていうのが、あの苦にならなくて楽しいの方になってくる方だったらもう全然いいと思う。うん。そして下月ゆいかさんかな。下月ゆいかさんありがとうございます。初スパチャーってことでありがとうございます。そして佐久森さんありがとうございます。メガネオさんありがとうございます。そしてティールさんかな、これありがとうございます。そして星野カリアさんありがとうございます。ラマさんありがとうございます。リアチカさんありがとうございます。テイラさんありがとうございます。そしてソラチムさんありがとうございます。そしてヒラさんありがとうございます。こちらで以上かな。うん、あとなんかそうボイスケアのど飴っていうなんかめちゃくちゃロングセラーのなんか確か500円ぐらいののど飴があるんですけど、あれも風味とか苦手じゃなければ全然いいかもしれない。まあ、あとなんか京都自然庵とか、京都自然庵っていうなんかあのドクターペッパーを頑張って蜂蜜にしたみたいなスティックタイプの蜂蜜があるんですけど、それとかかな。うん。で加湿器行くんだったら、あのもう専用機にした方がいいかもしれない。空気清浄機と一緒になってるやつよりはやっぱスチーム式のなんかボワボワ炊くやつの方がこの時期はいいかもしれないな。うん。まあ、そのぐらいですかね。超音波式とかよりかはスチーム式の方がいい気が個人的にはしているけど、別に特にソースはない。うん、そんな感じです。ありがとうございます。ということでこちらで、あー待てよ。そしてひらりさんありがとうございます。ジフさんありがとうございます。ガスタと素早いと神竜混ぜて組んでるんですが、混ぜ物でおすすめありますか。いや、わかんないな。しかもそこから混ぜるってことですよね。ガスタ素早い神竜王からさらに混ぜるってことですよね。なんだ。風属性か。ドラグニティとか、ドラグニティとかアームドドラゴンとかになるのか。ちょっとただガスタがいまいち分かってないんですよね。うん。まあなんかあのドラグニティ周りでできた時のあの汎用ドラゴン、うわ、入ってもおかしくないような気がしなくもないけど、どうなんだろうな、ちょっとわかんないな。うん、ちょっと力になれず申し訳ない。あ、スピードロイドもいいかもしれない。確かに、うん、確かに確かに。炎王、気になって調べちゃうやつ。炎だ。炎王獣、あー、まあ炎周りなんだ。ガスタって風だと思ってたけど、あれ違うんだっけ。なんかでもあるのかな、なんかいろいろあるのかな。これらか。すば、大ガスタエメラルもガスタだったな。そういえば。そして翼1108さんありがとうございます。お疲れ様です。ヌメロン組んだら汎用だけで UR28 枚でした。組みました。他のデッキが組めなくなりました。行こう、プラ1まで行こう。それでバッサイさん、あの、あ、花札のやつ、花札のやつだ。マイナーでいいかもしれない。使ったことがないから。私が年次案か、京都ジネ案じゃない、年次案か、あれ。そしてジフさんが、あ、先ほどの方、うん、
素早いがタイミング逃さないので、新量だと、ガストと素早いがタイミング逃さなくて、レベル2展開でブラックミストからのブラックカオスを立てると。はあ、なるほど。さ、カーディアンだ。さ、あの花札守り様、そうだ、カーディアンだ、そうだ。なるほどな。ちょっと私その辺で神、その辺の年代がマジで神疎くって、ちょっと力になれないかもしれない。ごめんなさい、ありがとうございます。まあ、あとはやっぱダークシムルグかな。シムルグかな、やっぱり。あとは、うん、そうなっちゃう、私はどうしてもダークシムルグとか、ちょっと闇混ぜてみるみたいな話になっちゃうから、そんな感じで頑張ってみてください。リンダマさん、ありがとうございます。ということで、こちらで以上ですかね。はい、本日もありがとうございました。今日も楽しかったです。ではでは皆様、おやすみなさいませ。翼1108さん、ありがとうございます。